はい、ケイバブイです。今回こんな、状態初めてで、撮っております。はい、今日なんですけど、俺のチャンネルをかけての、勝負、喧嘩を、喧嘩というか馬券勝負を挑戦したやつ、挑んでくるやつを、名指しで、今日は言うていこうと思ってます。はい、これこそ競馬ガチンコファイト。今亀田史郎がガチンコファイトクラブとかいうボクシングやってるんですけど、今回俺もやります。競馬でのガチンコファイトクラブ第1弾なんですけど、まずは呼びかけでね、いろんな数ある、YouTuber いますよね。で、中でも競馬の YouTuber 最近またちょいちょい増えてきてます。俺も最近いろいろ見るけど、おもろいやつが多いし、再生回数取ったやつ多い。ただほんまに馬券当たってんのかっていうのと、競馬のこと好きなんかっていうことがあって、ちょっとね、競馬界を盛り上げたいなと。こんな底辺の全然誰も見えへんようなチャンネルの競馬 V が、今回ガチンコファイトしたいのはこいつらだ。それがまずこいつ、うまたんチャンネルあゆみ。なんだよおい、大人の色気を使いやがって。ちょっと顔がいいから言うてよ。で、ちゃんと編集もして、勉強もして、ちゃんと馬のこともレース展開のこともちゃんと編集でうまいこと説明しやがって。そんな暇あるやったら馬券当てとんかいと。ほんま馬たんチャンネルっていうぐらいやから、馬たんバンバン当てとんやろな。もしあれやったら俺とよ勝負しろよ。え、待ってるぜ返事をよ。逃げんじゃねえぞ。俺思いっきり蹴らしたんだお前。そして次の YouTuber はいな、いち気になる競馬。なんだよおめえよ、俺よりチャンネル登録少ねえじゃねえかよ。少ないのに馬の特集ばっかりしやがってよ。そんなに詳しくよ、レースも解雇するぐらいやったらよ、もう予想したらええやん競馬の。そんだけ予想なんか編集いうか喋ったり編集できるんやったら、競馬予想したら当たるんちゃうんかい。競馬予想して俺より当たるんちゃうんかい。もしよかったらお前ちょっと勝負しろよ、この野郎。これも技術のうち。そして次の競馬 YouTuber、 愛の競馬。わー、まあ、ほんまに OL か。顔面と体やばいやろ、顔変わりすぎへんか。で、体も胸見てまうって。だんだん編集もよ、喋る内容も面白くなっていきやがって。そりゃチャンネル登録ぐんぐん伸びていくわ。もうほんま逆に男か誰か、彼しか誰かと一緒にやったって言わされてんねやろ。ほんまは競馬ほんま好きでもなんでもないんちゃうんかい。悔しかったら俺と競馬予想対決勝負しろや。ああ、ほんで次の YouTuber はこれ、ヨドランの競馬。ヨドランの最近全然動画上げてないやん。今一番俺気になってたんやけど、もう全然1ヶ月以上 YouTube 動画上げてないやんけ。ほんま顔も結構タイプやし、胸でかいの気になるしやな。メガネ色気ありすぎるやろお前。ほんまに。まあしかもカンペ見ながら こうやってなんかこう、こうやってもう明らかにカンペ見ながら喋ってるっていう予想、素人感が出てて半端なく良かったのによ。もうそんだけちょっと悔しいとか思うんやったら、俺と競馬予想対決動画勝負しろや。このままじゃ終わらせねえからな。ほんで次この YouTuber 愛沢白子。お前ゆずこするだけでよ、ゆずのことばっかり言うだけで全然競馬の内容ないやないかと。それでチャンネル登録数再生数取れてる。うん、それもいいね。いや、よくないよくない。勝負しろ競馬の予想の。で、予想動画上げろよ。
お前ぐらいそんだけ詳しく人のこと何アラ探すぐらいやったら予想馬のアラというか予想ええとこを探せる要素もっと見つけれるんちゃうんかい。予想動画上げたいのに。というか勝負しろ予想動画で一回バカ野郎。ほんで今騒がれてる豆もやし系パーフェクト。お前喋りうますぎんねんってマジで。え何年やっとんか知らんけどや。しかも一緒の俺と一緒の兵庫県の YouTube。 お前喋りうまいわ。おもろい。再生数取れる。そらゆずずっとこする理由もわかるわ。いやそんなんちゃうねん。そんなんちゃう。もう馬券の勝負しよう一回。お前ぐらい面白いんやったら馬券対決してもおもろいと思う。だからちょっと勝負しようやな。ほんでや、最後物申したい一人最後 YouTuber がおんねん。競馬の重鎮や俺の中じゃ。デケタの先生や、デケタの先生ねえ、いつも新聞見てどうも貧乏ったる競馬ですとか言ってなんかしょうもない。なにサングレーザー、4グレーザーや言うたり言うてよ。くだらんすぎておもろいやんけ。しかもめちゃくちゃええとこばっかりよう見とうわ。ほんまにええとこ見とるけど全然当たってないやろお前。だからいっぺんな、もしよかったら俺と勝負せえよな。はい、ということで今挙げた馬団チャンネル、あゆみいないち気になる競馬で、愛の競馬で、ヨドラン競馬で、会津白子、豆もやし、デケタの先生、もしあれやったらおい有馬記念で馬券対決動画上で勝負しようやないかい。有馬記念で。別に東京大賞典でもええぞ。で、逆にそっちが指定してくるレースでも全然ええからな。平場のレース、カモンカモンや。いつでもかかってこい。もう全然やったるから。もう、これを機にもっと YouTube 界盛り上げていこうぜ。もしな、受けたるわって言うんやったら、ツイッターの方での返答、そして YouTube 上この動画での返答でも結構やから、全然言うてきてくれ。逆に、俺言うてくれたら逆にドキドキして嬉しいし、頼むわ。勝負しよう。一遍でええから。な。で、競馬界盛り上げよう。ああ。もうなんか、しょうもない競馬のやつおるやん。もうな、ゆずとかもおるし。ケイタササグリとかな、あの辺とか、そんななんかもう面白くないな。八百長やっと、八百長が捏造とか、そういうなんかいかがしいこと噂されてるような YouTuber はいらん。ほんまもんの競馬の好きな、競馬のこと好き、馬券が面白い、当たったら楽しいっていう YouTuber 俺は待ってる。俺もせえし、だから一回でいいからちょっと勝負しよう。もしお前なんかで負けへんわって思うんやったら返事くれな。待っとうから。ということや、また会いましょう。競馬ブイブイブイ。逃げんなよ。勝負しろ。返事待っとうぞ。